アニマルハウスへようこそ。園長のゆうきです。はい、というわけで本日はですね、神奈川県藤沢市にある NPO 法人小鳥のおうちさんに来ています。 NPO 法人小鳥のおうちさんは小鳥や小動物をメインに保護活動をされていたり、他にもこう地域のためにいろいろ活動をされているということで、小鳥のおうちさんから今回連絡をいただきまして、世の中に知ってほしいことがあるということなので、その辺のお話をね、今日はいろいろ聞かせていただいて、どんな活動を実際しているのかを見ていきたいと思います。うわ、ここめちゃくちゃインコちゃんいますけど、この部屋って何のお部屋なんですか？保護部屋ってなってて、まあ、撤収されたりとか、飼えなくて手放された子たちとか、新しい家族を待ってる子たちのお部屋ですね。そうなんですね、はい。じゃあ今このお部屋って鳥類で何羽ぐらいいるんですか？約200羽ですね。200、はい、保護設定だけでも178。そうなんですね。小動物たちもいますけど、これは合わせてどれくらい？小動物が今30で、20がそのうち20ぐらい、なので、まあ、全部で230以上は。いや、すごい数ですね。はい、まあ、この子たちが新たな家族を今待っているという状態ですよね。これって同じこのケージに入ってる子たちは、その同じところから来たと、大きから来た子たちですね。そうです、はい。まあ、ここには文鳥ちゃんもいて、あともこっちは石鹸インコですね。あとスキニーハムスターちゃんも。こんにちは。保護部屋見させていただいたんですけれども、一体どんなところからこうレスキューっていうか、はい、ここに集まってるんですかね？一般家庭で増えすぎちゃって飼えなくなりましたとか、家庭の事故で飼えなくなりました、保健所からうちに連れてきて、うちから里親探したりとか、警察とか役所と一緒に高齢の方が飼ってたとか、亡くなっちゃってて動物が取り残されてるとか、本屋さんとかブリーダーさんで、まあ、やっぱなかなかお客さん飼ってくれないような子を取ったり、はい、かなり様々な事情で来てます ね、はい、保健所って話も出ましたけど、皆さん保健所って犬猫が保護されてるイメージが強いじゃないですか。水亀、ね、とか鶏とか持ち込まれるので、やっぱどうしても昔の本だと適正が買いやすいとか、外、うん、のペットショップも値段もお手頃なし買いやすいって進めちゃうんですけど、はい、まあ、同時に増えやすいのもあって、どんどん増やすのが楽しいだったり、はい、オスメスじゃないとかわいそうっていう価値観の方だったり、ほんと100、200ってすぐ増えちゃうんで、猫ちゃんだったり多動飼育崩壊とかって聞きますけど、す、ね、はい、鳥さんでもあり得るんですね。ありますね、はい、犬猫みたいに避妊手術ができないので、うん、飼育する側もその辺はちゃんと気をつけないと、まあ、そうですね、ですよね。かわいいかわいいだけじゃ飼えないっていうところありますよね。それでこちらの部屋ってこれは何ですかね？あの、触れ合いカフェをやっているので、鳥との触れ合いコーナーになってるんですね。そうなんですね、はい、かわいいですね。はいはいはい、気持ちよさそう。すごいね、寄ってくるよ。キコガネ色ウロコインコ、こんにちは。文鳥ちゃんたちもめっちゃ並んでる。コウミドリアカウロコインコ、ほら来たのですか？赤毛だよ。
だね。かわいいね。ね。このお部屋は結構鳥さん飛んでますね。あ、そうですね。30羽ぐらい。歌ってる。今のってハタポンのハタポンポですね。ちょっと歌うんですね。はい。高見さんね、他にもいろいろやられてるということで別な場所に案内してもらってるんですけど、今いた場所から徒歩30秒ぐらいのとこですかね。金魚屋と駄菓子屋をやってる。金魚と駄菓子、すごい駄菓子屋だよ。すごい。これちっちゃい頃金魚飼ってて、水泡岩とかデメ金とか茶金とか龍金とかコメットとかいろんな種類いたの。懐かしいんだけど。あ、いるよ、水泡岩。ご飯とか用品もあるね。今まで鳥さんとか見させてもらってたんですけど、こちらの B 型事業所として、はい、障害者の方たちと一緒に何かできないかなで、まあ、金魚屋と、まあ、子ども食堂をやったりして、はいはいはい、地域の子どもともっとつながりたくて、まあ、駄菓子をくっつけてスタートしたんですよね。あ、子ども食堂っていうのは具体的にどんな感じで？何かご飯で地域がつながって、はい、それこそ動物につながることもあるので、はいはい、知り合いが動物のことで困っててとか、うん、神さん自身が動物が好きってだけじゃ多分できないと思うし、いろんな思いがあってねやられてるのですごいなって思いました。ありがとうございます。今日は一日いろんなところを案内していただいてありがとうございました。ありがとうございました、はい、これって高見さんお一人で全部やられてるんですかね。そうですね、インコカフェと保護活動で例えばとかレスキューしたりとか子供食堂をやったりっていう、一人でやりながら、まあ、ボランティアさんが来てくださってるんですけど、まだ本当一人二人の世界なので。あ、じゃあもう普段だとやっぱり高見さん一人で全部お世話したりとか、ね、お仕事したりとか、ね、はい、やっぱり人手が圧倒的に足りない。まあそうですね、ですよね。だからどうしても保護するのもセーブしないと。うん、でもセーブするちゃんと、じゃあその子たちはどうなっていくんだろうっていうのはまた分かんない。だから一人でも協力してくださる方が増えると一匹ずつまた助けられるのが増えていく。なのでこれ見てくださった方でボランティアできるよって方いましたら、ぜひご協力していただければと思います。あとその人員もそうですけど、はい、やっぱりこれだけいると動物たちのご飯代とかも大変ですよね。まあそうですね、まあ、ご飯、光熱費、病院代、うん、やっぱ最低限かかってくるので、はい、前は夜中バイトして補ってたり、まあ、店の売り上げから出してたりっていう感じ、はい、里親なる方がご金制で連れてっていただいてるので、はいはい、そこがまあ今のところ一番の運営資金になったりとか、うん、継続型のクラウドファンディングをスタートしたので、はいはいはい、継続寄付ってことは月々その支援ができるんですね。はい、概要欄に貼っておきますので、その URL からサイトの方をチェックしてみて、少しでもご協力していただける方いましたらよろしくお願いします。お金だけじゃなくてもシェアするだけでも協力になるのでね、はい、そうですね、はい、どうにかこう拡散して、そうですね、こう行き場ない子がいるっていうのを知ってもらう、これから買う人に知ってもらわないといけないんですよね。まあ、そうですよね。ペットショップで買う前にこういう子もいるっていうのを今見に来てもらえればいいなと、知ってもらえれば、そうです、皆さんのシェアが拡散が必要なので、ね、お願いします。はい、というわけで本日はですね、神奈川県藤沢市にある NPO 法人小鳥のお家さんにお邪魔していろいろ見させていただいたわけなんですけれども、鳥さんをお迎えしたいなとか、まあ小動物デグーさんも結構いたので、ペットショップでお迎え検討される前にこういうところもあるということなので、いい出会いがありましたら新しい家族にねなっていただければなと思いますし、一人でね全部やられてるということだったので、僕もすごい気持ちわかるし、仕事しながら本当お世話とかも
も大変だと思うので、ぜひボランティアしていただける方いましたら、そちらもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。寄付とかもありますので、概要欄の方もチェックしてみてください。はい、というわけで本日も動画見ていただいてありがとうございました。また次回の来園もお待ちしております。バイバーイ。